皆さんこんにちは。今回のピックアップアイドルは染谷由香が担当させていただきます。そうですね、私自身ピックアップアイドルはファーストぶりのインタビューなので少し緊張してるんですが、元気よくお届けしたいと思います。それではピックアップアイドルスタート。はい、それでは自己紹介からいきたいと思います。名前は染谷由香、千葉県出身の24歳です。身長が175センチありまして、G カップでグラビア界で最高身長として活動させていただいてます。好物は焼き鳥とハイボール。見た目にそぐわずちょっとおじさん趣味かもしれませんが大好きです。続いては DVD のご紹介をさせていただきます。じゃん、こちらが、私の8枚目の DVD やわはだ。全国の DVD 取扱店で4月22日より発売されております。今回はですね、いつもとは少し違う柔らかな雰囲気で撮影をしてきました。おすすめのシーンはですね、結構いろんなシチュエーションにチャレンジしてまして、大きなバイクにまたがったりとか、あと和服着物を着ているシーンもあり、あとここにはジャケットにはないんですけど競泳水着も、久しぶりに着て撮ってきました。そうですね、全体的に柔らかいんですけど、このバイクのシーンは結構かっこよく撮っていただいて、でもすっごい大きいバイクに乗らせていただいたんですけど、私バイクの免許を持ってないんですよ。車の免許持ってるんですけど、でね、これで乗った時にこう走りたい走りたいって言ってたんですけど、さすがに走らせてもらえなくて、免許を取りたいなってその時にすごい思ったのが印象的というか思い出に残ってます。いつかグアムの大きな空の下をこんな大きいバイクで走れたらいいなって思いました。撮影中一番印象に残っていることは何ですか？そうですね、やっぱり大きなバイクに乗ったことも印象に残ってるんですけど、あと和服が着物を着てのグラビアが意外と初めてで、それがなんかなんだろう、はだけてく感じが、あ、着物をはだけるってこういうことなんだって、なんかちょっと印象に残りつつエロいなと思いながら私自身も興奮したのすごい残ってますね。撮影中一番苦労したことは何ですか？苦労したこと、やっぱグアム美味しいものがたくさんあって、あとスタッフの皆さんも本当にのんべえなんですよ。なので撮影中は私はちょっとこう自粛少しだけしてたんですけど、皆さん気持ちよくお酒を飲まれてたことを横目に見てて、それが我慢するのがすごく苦労しました。今作のおすすめシーンはどこですか？おすすめシーン、今回結構おすすめな場所がたくさんあるんですけど、どこかな、結構競泳水着のシーンとかすごく好きですね。なんか太陽の日の光もすごい綺麗だし、あと水に濡れた髪とかも結構セクシーかなと思います。今ハマっていることは何ですか？今ハマってることは何だろう、何だろう、今何にハマってるかな。何にハマってるかな。あ、ローソンに売ってるアイス。すっごい美味しいんですよ。私今までスーパーカップ派だったんですけど、ローソンに売ってる無添加のアイスがあって、それが私が今まで食べたアイスの中で一番美味しいです。それを毎日食べてます。それにハマってます。ご自身のセールスポイントを教えてください。やっぱりいろんなところが大きいことですかね。175センチって私でもあんまり聞いたことがないので、グラビア界でね、もうどんどんまだ身長伸びてもいいなって今では思います。
自慢できる手料理は何ありますか？自慢できる手料理はこの間作ったハンバーグが家族の中で好評でした。なんかハンバーグってお店に行くと決まったね 180g ぐらいですけど、お家で作ると大きいの作れるんで気持ちよく食べれるのが好きです。小さい頃の夢は何ですか？小さい頃の夢なんかいろいろあったんですけど、獣医さんにもなりたかったし、あとなんだろう、歌って踊れるアイドルとかになりたかった時期もあるんですけど、でも割と芸能界をずっと夢見てましたね。ご自身の性格を一言で例えてみてください。ちょっとつもうし。好きな異性の服装は何ですか？服装なんだろう、その人に似合ってればいいなと思うんですけど、私が結構カジュアルが好きなので、カジュアルな格好だと一緒に歩いててなんかいい感じかも。告白されるならどんな言葉を言ってほしいですか？告白されるなら、告白か、なんだろうな、ストレートに言ってほしいかもしれないです。結構鈍感なので私、ストレートになんか好きですとか伝えていただけるとちょっとコロッといっちゃうかもしれないですね。理想のデートプランを教えてください。理想のデートプランはなんだろう、お家でのんびりするのも好きだし、アクティブに外に行くのも好きなんですけど、映画デートとかも結構いいなと思いますね。これまで経験したことがない仕事で挑戦してみたいことはありますか？そうですね、アクション映画とかやってみたいです。なんか結構たまに行くジムとかで、アクションじゃないけどキックボクシングとかやってたりするので、そういうお仕事をやってみたい。セクシーな格好で敵を倒したいです。最後に、はい、サイトの読者へ一言お願いいたします。はい、今回8枚目のやわはだも、たくさんのスタッフさんに支えられながら綺麗に撮っていただけましたので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。はい、お届けしてまいりましたピックアップアイドル、皆様いかがでしたでしょうか？そうですね、なんかこういったインタビューとかはあんまり受ける機会がなくて、なんかそういう機会があると自分のことが知れて新鮮だなと、楽しかったです。これを機にぜひ染谷由香の応援をこれからもよろしくお願いします。またねー。